さあ、1位チェはい。まあ、とりあえず、昨日の、まあ、オンライン大会、皆さん、本当、お疲れ様でした。見てる方もね、まあ、出てた方も。まあ、一先とはいえ、結構長丁場になったんでね、なんだかんだ言って。俺、2時間しか寝てないで仕事行ってきました、今日。あ、死ぬかと思った。一の7さん、すいません、正解。おう、リクさん、1位にサーシーズしよってんか。おう、いいでしょう。お願いします。定期的に言ってください。定期的にお願いします。あー、みとさん、昨日楽しかった。みとさん大丈夫？ミトさんまだ生きてる、まだ生きてる。ミトさん生きてる、まだ。大丈夫、よかったよかった。もうさらわれてるかと思ったもん。学びに。よかったよ。安心した。ねえ、もう監禁されてるか、もうやられてるかと思ったよね。よかったよかった。まだ無事でよかった。まだ安心できないけどね。マナブ君はちょっと恨みを晴らさないと満足できない子なんで。まだ全然油断できないけど。おぉ、ホロちゃん抑えてんな。アンデス先生、こんばんは、どうも。ありがとうございます。はい。私、覇者を継続させていただきました。助かりました、ほんと。もう、すぐ第2回が行われてしまってね。俺の覇者ももう終わっちまうのかと思ったけど。覇者継続させていただいております。水戸さん震えながら暮らしてます。怖いよね、怖いよ、学ぶくんは。あ、そうだよね、アメ先生、昨日委員長倒しましたもんね。いや、よかったっすよ、ほんと。委員長負けるのはよかった、ほんと。ナイスファイトでした。はい、魔王様ぶっちぎれ配信となっております。あら、まだあるな、まだあるけど、うわ、そこでこっち、うわ、2ゲージないからな、うわー、ナイス。あれ、ピン止め多分できてると思うんだけどな。できてるよね、さすが。機械に強いから、やっぱ俺。さすがに。ちょっといじったらすぐできちゃうから。さあ、昨日の大会の、まあ4位と、県外が争ってます今。まあ4位と県外なんでね、まあちょっと見応えないかもしれないですけど、ちょっと温かい目で見てやってください。本当お願いします、すいません。ちょっと
ね、2位とか3位連れてきたかったんですけど、ちょっとごめんなさい。4位と圏外で、ちょっと我慢してください。俺何言ってもいいって言われてるから、俺ハチャ、僕ハチャなんで。そうだね、これで後からクリスも読めば敬意を理解できる。ハダちゃんの煽りが良かったな、マジでめちゃめちゃいい煽りしてた。タツヤさんもぶち切れしたね。そう、確かにね、人が増えてきたら何回もちょっと言うのもあれなんでね。まあ、今回この2人がやってんのはこの見てくださいというリクさんのね、ピン止めしてあるやつを見てもらえればと思います。あ、彼ら、どうも彼ら。ビューティートグロアニ、さあ県外は勝てるかな、4位に。ここかな、県外だからな。あ、まあもう時間もいい時間だからね、実際。まあ土曜日の夜だからまだいいけど、まあサクサクやっていきますか。恋をかすねえ、ハラちゃん4位だもんね、昨日の大会。相手はね、なんかサッカーさん昨日出てたっけ、大会出てないよね、タツヤさん。見てないもん俺、第1回も見てない、タツヤさん。俺第1回もいなかったかもしれない、もしかしたら。あ、テンさんこんばんは、どうも。ちょっと緊急でやらせていただいております。はい、ちょっと 4位の、昨日の大会4位の本物さんがもうタツヤさんを煽りまくったら、もうタツヤさんぶち切れちまって、こいつとやらせろってなると、ちょっと緊急で配信でこいつ分からせたいから配信しろって言われまして、はい。今回の10先は昨日のオンライン大会の結果にて、本物さんがタッタさんを煽りに煽った影響に始まりました。リクさんすごく分かりやすくて助かります。そういうことです、リクさん、ありがとうございます。ちょっと、まあちょっと対戦見ててください、みんな。ちょっと一応 X の方にも、はい、投稿し、あのね、投稿しときます。まあ、なるべく多くの方に見てもらえるように。ナルトさん、これピン止めできる、ピン止めってどういうこと、何をどうピン止め。ああ、このリクのコメントか、できんの、そういうのってできんのかな。あ、できるできるできる、できた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 と思う。
おい、原、どうしたと。さっきまでの煽りはどうしたと。誰が県外やと言ったとこでしょう。まあでもね、しょうがないですね、大会は。まあそういうもんです。原ちゃんは昨日大会4位だったんで。ね。まあ、タッチャさんは、第1回も第2回も圏外だったんで。しょうがないです。そんな時もあります。ただいま、タピアさんと本物さんが対戦しております。うわ、すごいな。すごい昇竜な。怖いよ、やっぱこの人。見ててください。ちょっと昨日の4位と県外の人の試合ですけど、まあゆっくり見てってください。あと皆さんお疲れ様。昨日はねえ、響かないかもしんないけど、まあ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 、ありがたいお言葉として受け取ってあげてください。本当ごめんなさい。定期的な早送り入ります。いくさんの。あれ、リク、なんか聞かれてるよ、サッチャーさんに。リク、昨日の俺どうだったって。聞かれてるよ、リク。ちゃんと答えてあげた方がいいと思うよ。ダメだよ、嘘とかはそういうのいらないから、ちゃんとタタさんが欲しい言葉を。え、俺に食らないで、震えてるのさしてよ。大丈夫だよ、大丈夫。タツヤさんだよ、魔王タツヤさんだよ。こんなところ広いに決まってんじゃん。そんなね、リクがちょっと言ったらそんな怒るわけないでしょ。魔王様だよ、懐の大きさが違うんだから。大丈夫、何言ったって怒んないから。大丈夫大丈夫、リクちゃんと言ってあげな。確かに懐をめちゃめちゃ狭かったかもしれない。
ちょっと4位に煽られたら、もうブチ切れて、ちょっと配信つけろって言われちゃったから。申し訳ない。懐めちゃくちゃ狭い人だったかもしれない。あ、タスティアさん、本物1位。すごいな、リークさんもだいぶ、あれだね。わかりやすい。わかりやすい書き方できるようになったね、って言ってました。だいぶ成長してるね。まあ、昨日リークね、よかったね、でも。敗者復活で、ね、達也さん倒してたからね、リークも。すごかった。クーラーかすみでしっかり結構勝ったもんね、しっかり。あれがかなり効いてたよね。いや、かなり良かったと思います、試合は。まあ、パーエス戦もかなりリード取ってたんだけどね。まあ、やっぱセスが強かったね、パーちゃんの。惜しかったね。確かに。リクごめん。確かに2人目の犠牲者出すとこだったわ俺。危ないわこれ。もしかしたら本物さんやられた後にリクさんかアキラがやられる可能性出てきてるんで、ちょっと。ちょっと危ないからね。あれ？あれ？ストリートファイターリーグ始まってたよね。あれあれって今回アキラ出てないの？あ、剣発達不参加はちょっと。確かにちょっとあれかな、試合的にちょっと内容良くないか、それは。あ、アキラちゃんと出てくる、よかったよかった。まだなんだね、アキラとのチームは。まあ、KOF 勢はやっぱアキラ知ってるやつはみんな、つか KOF 知ってなくてもストリートファイターリーグはやっぱみんな見ると思うから、俺ももう全部見てるから、やっぱね、一番見たくなるよね、アキラの試合が。やっぱ一番 KOF 勢ですね、もともとやっぱ見たくなるからね。もうぜひね、まあ、こんなんね、やってる暇ないからね。こんな県外とやってる暇なんかないからね。あの、しっかりスト6仕上げてね、ストリートファイターリーグ優勝を目指して本当頑張ってほしい、アキラには。あ、県外の方も応援してくれてるんですか、アキラのこと。皆さんすいませんね、本当。これ4位と県外の試合なんでね、ちょっとレベル的にちょっとあれかもしれないんですけど、申し訳ない。温かい目で見てやってください。県外で運がいいんだよね、ほんと。県外運だけはいいから。まあ、昨日の大会もそうだし、第1回の大会も、まあ、県外さんは、まあ、県外らしい位置にいたみたいですけどね。チームメイトなんだよな俺、県外の人言える。大丈夫かな。
県内かもしんないってちょっと運が良かったら2番ハイトボタンこすり、よかったっすよかった、ちゃんと細かいね対人をしっかりして院長に昇竜拳をぶち込んでやってて、とてもよかった。最後もね飛び越したからの昇竜拳でねフィニッシュしてたからね、ちゃんと見てました。見に行ったら魔王さんは思いなかった、すいません、すぐ県外に行ってしまうんで、すみません、申し訳ない。うまっ、エンディーの光に昇竜ってそんなことある？うますぎ、悪く、なんかいましたね、急に安田さん、わかんないです。でも最近無印をちょっとやってるみたいですね。この間ゲーセン行ったらまあ田中さんいて、なんか無印やってるみたいだからやろうって言ったんだけど逃げられちゃったっすね。田中さんやろうよって、俺と無印やろうぜって、断られた。さあもう31名様見に来てます。今、まあ、昨日の大会の4位と、まあ、県外の対戦が行われてます。はい、昨日の大会の4位と県外の方が対戦しております。今日なんか入る時もあるんだけど、位置によってはコンボが、でもほぼほぼ入らないから、ちゃんとあれはミスってるわけじゃなくて、パオ限定用のコンボにちゃんと変えてますね。こと好きからマットロスナギ、当たる位置がねめちゃめちゃねもうシビアなんでね、昇竜がほぼ使っちゃうから。ちゃんとしっかりします、圏外だけどちゃんとしっかりします。俺もこの間魔王様にボコボコにされたからな。魔王様強いんだよ、術先はね、ほんと強い、術先は頭おかしくなる、魔王様とやると。うわすごいわ、あー弱さまで読み合いなんだ。強昇竜はどうなんだ、強昇竜も負けんのかな、いらないって。連武にはまあ勝つそうだよね、いらないが。裏のばっかりじゃねえから、そこら辺は分かんねえな。そもそもクーラー使いでもねえからだ。あのいらないがどこまで潰せんのか。うまいね、潜りの判断がすごいだな、やっぱ達也さんは潜りの判断がすごい。でもしゃがんで食らってるってことがほとんどないから、判断がすごいね、飛びの軌道をちゃんと見てるのがすごい。
ほとんど見間違いないもんな。しっかり、あ、入りました。昨日どうだった、サテさんは。まあ俺はヤマさんとね勝負あったもんね。サテさんの方はどうかな、熱かったかな。やっぱサテさんもホットホットしてた感じ。サテさんももらしてごめん、リークさん。リークごめんよ。そんなつもりはないんだよ、俺も。そんなつもりはないんだよ、俺だって。おこマークまでついちゃった。おこマークついちゃったよ、もう。ちゃんで、あれ、タテヤさん欲しがってんだよ、本当は。サテヤさん欲しがってったんだ。あ、これ切れるやつだ。完全に切れるやつだ、今の。今のは切れるやつ。まあでも、ハラちゃん、超当てみやったけど、あれ、超当てみじゃなくて、下当てみで十分だった。下当てみのダメージがめちゃくちゃ高いから、ヒートドライブより高いから、ヒートドライブよりだって1位ダメージ高いから、ちょっと超飛当ててんのと一緒だからね。下当てみは霞の、うまいな。まあ達也さんのまあ守り方があるからね。まあ読み合いっちゃ読み合いだよね。遅らせ駒投げを絶対潰すタイミングにでボタンを押してるから、で素直な禁止とかはちゃんとガードするタイミングでボタンを押してるから、まああれは当たるよねっていう。まあ原ちゃんもすごいちゃんと読み合いやってんなっていう。うわ、ちゃんと判断がいいっすね。判断がいい。はい、6対2。カラちゃん、頑張って。すいません。ほんとすいません。リクさん。何回も何回もほんと。すいません、ほんと。鶏で。申し訳ない。リクさん、昨日の俺どうだった？リク。昨日の俺どうだったかな？聞いとこうかな。やっぱ山さんとの勝負あったか。山さんとの勝負熱かった。まあ山との勝負確かに熱かったね。確かに熱かったわ。やっぱ俺も忘れてるところは結構あったからね。
あの不可思議探し下請けはね絶対にやってくるところだから、ガーキャンは押しちゃいけないところだったんだよね絶対に。あれはちょっと反省だったな。あそこは本当に C 投げだけを外すような、どうせ D 投げはないから量だから、スカシ壊しをガードするタイミングで C 投げもしくは捨て投げを捨てるぐらいじゃないとダメだったな。あれは最初の一先のところ、あれは確かに反省だわ。で達也さんどうだった昨日。いやでも楽しかったな昨日も。いや楽しいわな、優勝してんだから。いやでも関西は本当イベントが多くていいな。なんか今日も山蔵さんの方でねイベントやってたしね、紅白戦みたいなの。関西はやっぱしょっちゅうそういうのが誰かしらがやってるからね。マナブがエクルでやったりと、でテリーマンさんもやってるし、山蔵さんもやってて、ターボーさんもこうやってねオンライン大会とかもやってくれてるし、関西は今やっぱ環境がとてもいいっすね本当。関西引っ越したいもん。それぐらい面白い、楽しそう。あ、パートル。パートル。なんて言うんですか。手塚。手塚。おお。いや、でもすごいね、ハラちゃん。ハラちゃんもう2本取ったか。すごいわ。まあ、王様相手に。その達也さんもね、やっぱ、昨日の大会、また、負けちゃったけど、やっぱね、考え、あのね、変えるって言ってたね、スタイルを。あのちゃんとね、一先仕様にするって言ってた。なんかやっぱこういう、いつも配信でやってる7先とか10先とか、そういう戦い方にちょっと慣れすぎちゃったらしくて。で、やっぱ1先2先の戦い方ができてないって、自分でも、すごい分かったらしい。まあそういうのってやっぱ大事だと思うんだよね、結局は。まあ俺は常に一先の戦い方をしてるから、まあそこがね、差が出たのかなとは思う。一回負けたら終わりなんだからね、もう全部を出さないとね。持ってるもの全部を出さないと。やっぱ10先とかになると、この試合はちょっとぶっ放しめちゃめちゃ見せていこうとかね。前半にぶっ放しをめちゃくちゃ見せておこうとか。で、後半やっぱ様子見を増やしたりとかね、相手の。いろいろ戦略はあるんだけど。やっぱ1先とかになると、もうそういうの関係ないからね。うわー、すごっ。どこ、アーバンだよね。結構どっしりしてそうに見えるからさ。多分実際そんなことないのかな。
KO ウィナー、バイバイ。ラウンド2ファイト。流撃拳プレー。ノーミス前提で試合組んでるからミスが普段より多くなって負ける。大会で予想外のことが起きるとメンツらう。普段より対空でなくてダメージソースが足りなくなること。いっぱいあるじゃん、めちゃくちゃいっぱいあるじゃん。あーなるほどね。あーまあ大会で予想外のこと起きてるよね。まあ、予想外のことが起きてるのは対空が出てないから予想外のことも起こりやすくなってるよね。まあいろいろあれなんだね、連鎖しちゃってんだね。まあ対空出なくなるのはわかるけどね、若干は。まあ俺変わんないけど、なんも。まあ、クーラーはやっぱそうなりやすいんだろうな。クーラーはかなり繊細だもんな。まあ、草薙もそうだしな。草薙も割と繊細だからな。ああ、立ちくらいは全然入れない。あれ終わってもうた、もしかして。終わってもうたこれ。はいや。怖いね、このクーラーはほんと。ほんと、ちょっと気分悪いね、これね。ねえ。相当気持ちよくなっちゃうよ、これ。はい、ゆきさん。これは相当気持ちよくなってるわ。これは良くないよ。ワンダフルゲーム。ジェネラル。こんばんは。あ、裏ラバって地上バイツ確定ないのかね。ない部類なのかな。なんか今なさそうな感じにも見えたけど。どうだろう、わからない。わからん。お。ああいうちょっとしたフォローもやっぱうまいよな。とっさにちゃんと禁止闇払いでちゃんと置き攻めちゃんとセットでついてくるようにしてんだよな。うまい。ウィナー、おかげ姿に汚れたが。ラウンド4、ファイト。なんでこんなに強いのに大会負けるんだろう、この人。不思議だね、ほんと。うまい。
あーそっか、アキラはさ、やっぱタッタンと組んでるからさ、何回もデュエル結構組んでるから結構わかるかな。俺さ、わかんないんだよね、やっぱ結構緊張してるタッタンって。まあ緊張は誰でもすると思うんだけど、緊張した時にやっぱ使ってるキャラの影響度が高いのかな、やっぱクーラーとかだから。まあ草薙も結構繊細だしね、実際。なんかわかんないね、タツヤさんで緊張し、なんかいつもあのさ、やっぱデュエルとかでさ見て、立ってるパオって普通に入るのか、わかんない、覚えてないわ。しゃがんでるパオだけかな、ほとんど入んないってのは。いやー苦しいね、苦しいね。いやー画面端の大ゲージで画面端いくとね、ほんとこうなりやすい。タタさんのハウスがかなりハウスしてくるから。いや強いな、ほんと。すごいな、ほんと。すごいよな、ほんと。気持ち悪い。潜りいらないって何？あれ多分ちゃんとやってんだよね。奈落だからカウンターでしょって。ほんと怖い。